さて今日の動画は30秒間連打。それでは行ってみましょう。3、2、1、スタート。この練習の目的なんですけれども、左右の音質であったりとかリズムを揃えることはもちろん、体の使い方というところに意識を持っていくことですね。力が入っているところはないか、逆にここに意識を持っていくと楽に打てるというようなところを探したり、この練習をねずっと継続していく中で自分がねより楽に綺麗に打てる方法を探してみてください。本当は1分やりたかったんですけど、インスタグラムの動画がね1分までしかできなかったので30秒にしました。みんなもやってみてね。